バコチャンネル始まるよ。ありがとうございます。ブリガード。今日いただくのは、今日カリスマが食べるのは希望さんのハラミ頼んでましたよね。ハラミです。ハラミ、はい、下にご飯が入ってる。いただきます。それそうでしょ、弁当なんだから。下にご飯が入ってる。ポテトは入ってないです。豪快ですね、カリスマ。豪快だ。おいしい。どうですか。すごい柔らかい。お、うん、ハラミですからね。いつも下で食べてる、うん、見てますね。あ、うまいですね。ちょっと酸っぱくて食べやすいです。うまい。いいうまいが出ました。こんにちは、G1 第14節東京ヴェルディ対ガンバ大阪、平日アウェイ、本日ゲスト JV チャンネルさんです。こんにちは、よろしくお願いします。ようこそヴェルディ劇場へ。お願いします。じゃあポテトさん、いや初めましてでしたね。初めまして。いやもう言いたいこといっぱいあったんだよな、カリスマに。アマテラスどうですか。アマテラス、アマテラスのことダメっすね。ダメ。ここの2人今ダメっす。人がいないんで。山岸変わんないっす。嫌ってないっすもんね。めちゃくちゃ動画見てるからね。本当にめっちゃ見てるじゃないですか。いやだって絶対いるっすもん、JV さん。カリスマだって最初の頃は言わなくてもプライド歌ってくれてたじゃないですか。言わなくてもね。なのになんかもう言わないと歌ってくれなくなったじゃないですか。いや確かに。シンプルに疲れてるとかね。がっかりですよ、もう。いやめっちゃおもろいわ。ファンだったから配信が。それ言っちゃっていいんですか。言っちゃっていいですよ。まあ今日勝ち点はもらえますけどね。いや3節以降負けてない。負けてない。10戦負けなし。セレッソに負けてから、うん、負けてない。だから2敗しかしてないですよ。だってそれなんだ、山田風紀。分かったから、なんかこれずっとこれやったから。これは何なんだろう。山田風紀、ミキやんないですか。ミキはね、これやんないですか。これ、まあ一応この前も点決めたけど、もう1点いけそうだったよね、あの勝ちません。あれもう、だって3-0でもう見るのやめた。見るのやめました。3-0で見る。俺は劇場あると思って、いや俺フルで見ました。さすが。本当劇場ですね。劇場で、その前の岩田戦も逆転。そう勝ち越しか、うん、だって全然諦めないもん。 3-0 からでも諦めない。やっぱ若いですよね、うん、ベルディ。若い。走る最後まで、うん、今日中2日ですけど大丈夫ですか。大丈夫です。もう展開、そう皆さんもほら、そう休んで、休んでる。林も染野も、うん、休んでる。ただ山見さんいないからね、うん、山見フルで使って。いやとりあえずミキは返してほしいな。そろそろすごい走る。走れます、うん、ミキ走行距離がすごい。めっちゃいいチームだよ。2敗って少ないですよ。開幕マリノスとセレッソだけですもんね。そうめっちゃいいチームだよ。引き分け多いですもんね。引き分け8引き分け。いやー最多でしょ J1。 そう、広島が7引き分けぐらいでしたっけ、うん、単独で最多なんだ。ガンバさんもほらずっと最近は知ってもしてないでしょ。いや本当に硬いよ、うん、今年ガンバは、うん、1-0が多いよね。1-0多いんだから劇場を起こすヴェルディ対、はい、今年は起こさないガンバ大阪なんで、結構ホコタテっちゃホコタテです。ホコタテどうですか今日の予想ですか。 JV さん1-0とかで勝ちたいですけど、はいはいはい、絶対先制点だと思いますよ。はい鍵になる方が、鍵になる、2人とも全然じゃん、ヴェルディはもう全然関係ないじゃん、うん、関係ない劇場を起こしてくるじゃん。なんなら失点してた方が、失点先にした方が強いじゃん。強いまである、逆に、うん、逆境みたいな。だって逆に先制したらさ、ヴェルディって最後追いつかれる。追いつかれてる。はいはい、でも最終的に引き分けなのか、ヴェルディは。そうそう、引き分け。スタメンを見ますか。勝ってお願いします、ポテトさん。ヴェルディは、マテウス、林、はい、宮原、千田、小長、はい、森田、山田、風紀、綱島、松橋、染野、金。え、ミキは
ミキベンチ。ベンチ。あ、ベンチですか。うん、温存です。ガンバ大阪。うん。一森。はい。ハンダ。はい。中谷。はい。福岡。はい。黒川。はい。で中盤ネタラビきました。おお。入ってきた。で鈴木徳馬。はい。メシの。はい。岸本。はい。宇佐美坂本。はい。うん。メシのスタメンです。お。メシのネタラビが。メシのいいね。スタメンで熱い。熱い。山下入ってる。山下はベンチ。ベンチ。入ってる。ジェバリも入ってる。ベンチ。下がって倉田もベンチにいますから。あ、お、あれ東は？東ベンチにいます。お、お、歌える。じゃあミキは温存なんですね。温存。いや、チャーゴアウベスもいますよ、ベンチ。います。どうですか？注目選手は？注目選手は、ベルディは？綱島選手。高さありますよね。高さあります。セットプレーとかもちょっと怖いんですよ。そう。最近バコの注目選手は？ネタラビをやっぱり。ネタラビ。ベルディの注目選手。ベルディはスタメンじゃないけど、いややっぱりね、やっぱり元はやっぱ成長を見たよね。ああ、はいはいはい、J1 でどのぐらい伝説やってるのか。早く上がってきてるね、折り点で。いや、やりたいっすけどね。いつもだって当然あるわけじゃないですか。いや、やりたいっすよ。夢、夢割りでバコランちゃんの夢なんで。俺ら分かれんだよ。熱くない？熱いよね。うん、やっぱジェフ対ガンバは見たいなとは言った。うん、すごい楽しみ。いや、今日来てよかった。じゃあ念願の会えるっていうか、いや、JB さんに会えてよかった、とりあえず。あ、ありがとうございます。今日は J リーグの日ですからね。J リーグの日だった。 JB さん、あれ約束したじゃん。僕には外れてた。今日ね、1万2000人ぐらい入る。10人に1人ってことですもんね。そう。うわー、僕入ってなかった。 JB さんにはがっかりだよ。出た出た出た。復帰見てくださいよ。そう、ちょっと着てる。めっちゃ着てるじゃん。そう、めっちゃ着てる。弾丸注意ってフッキー。すごい。これでも公式のっすか、これ。公式の。やば。フッキーは見えないでしょ。そう、いつも15年前ぐらい。足しか見えない。弾丸注意って公式で売り出したんですよ。いつ、何年前なんですか、これ。15年。そう、2007年とかじゃないかな。すごい、かっこいい。もう開幕時からベルディですか、ずっと。開幕時からベルディ。うわ、すごい。平日で1600人とか1000何人っていう時代もあったから。ベルディか。ベルディ。そうなの。アジスタで。アジスタで。やばいっすね。やばい。だからそこからよく盛り上げたなって。ああ。そういう歴史もあるんですね。今めちゃくちゃ多いっすよね。今多く声も出てるし。なんか若者が増えてる気がする。そう、若者が増えてると思う。選手も。サポーターも。そう。そうそう、選手もサポーターも若くなってる。いいですね。J リーグの日なんかそういう話。そういう話もね。いいじゃないですか。ガンバ劇場見せてやります。ガンバ、逆にガンバ劇場。逆に。いや、宇佐美選手のフリーキック、やっぱいい位置で与えちゃうとダメですよね。いや、山田もいいんじゃないですか。山田も、ね、山田はやばい。フリーキック対決かもしれないですよ、今日。宇佐美よりもすごいんじゃないかと思っちゃいますね。だってもう2、3本決めてますよね。2本。2本決めてる。2本決めてる。すごいの決めましたよね。いやー、でも楽しみですね。いや、楽しみですよ。カリスマずっと食べてるね。はい。じゃあ、今日はありがとうございました。 J リーグの日ということで、 J リーグの日、良い試合をしました。ありがとうございます。いい試合にしましょう。バルディーちょっとこれやろうと思ったやつ。長嶋監督みたいな。 J リーグカーに当たったよ。ちょっとでもすごい、1000名様っすよ。そうそう、すごいっすよ。今日1万2000人来ますか。1万、10分の1、うん、すごい、いいな。ベルディに愛されたと思う。大阪青白。いやー、終わりか。劇場起きず、何も起きず、何もない。ベルディはすごいね。相手が何も起こさなければこっちも何もしないみたいな。お前が何もしないならこっちも何もしないみたいな。また3連勝の話だよ。
いやでもなんかイチローっぽくないですか。やらされてる感がやっぱり。今中っぽくないですか。いやもうやらされてる。じゃあ、試合後。試合後、スコアレスドローということで。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやまあなんかあれですね。こっちがそっちがその気がないならじゃあこっちもやらないよみたいな。まあそういう感じです。平和主義者みたいな。平和主義者。なんか劇場ザ劇場。劇場平和みたいな。何もしないよみたいな。劇場をやらないっていうガンバさんのあれに引き込まれちゃったなっていう、ね、感じで劇場もガラガラガラみたいな感じだった。いや一森選手とやっぱ中谷選手良かったですよ。ああ良かったですね。一森6セーブぐらいしました。しました。だいぶ今日インタビューも一森だったんです。はい。逆に言うと見どころがなかったかな。まあ、山下惜しかったね。山下ちょっと惜しかった、ね、惜しかった。あれ山下来たんすか。いや待ってたんだけど来なかったんで。やんちゃボーイですか。そうさすが結構あの挨拶に来る選手マニアなんでいつも構えてるんですけど、はい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 、来なかったっすか。来なかった。山見は来ました。山見来ました。はい。いやでもガンバさんやっぱさすがリーグ最初して最初して、はいはい、あいや高かったな。いやでも塩じゃここだけの話。いや かなり塩だね。あの唯一今日得点入ってないですこの会場が、はい、あとはみんな勝ち負けついてるんですよ。高い場ここだけ0-0。また今日もさせてくれなかったな。ちょっとフリーキック怖かったと。こっち側のね、うん、あったあった超怖くて、あよかったと思って。シュート何本打ったのガンバ。ガンバ4本ぐらい、シュート4本。前半が1本か1本、宇佐美の、うん、あのフリーキック1本、うんうん、あれ宇佐美フリーキックあそこいればよかったっすよね。もう交代しちゃったんで前半はベルディーペースだったんですね。まあそうっすね、うん、はい、結構攻められてました、うんうんうん。後半まあ五分じゃないですけど、うんうん、また今日も1点取った方がもう勝ちだなと思ってたけど、うん、結局どっちも1点も取れず、うん、初めてですね、スコアレスドロー、今年初めてだね。はい、水曜日結構弱いっぽいというか、あの琉球にも 2-1 で負けて、で、マリノスも 2-0 で負けてて、アウェー、ベルディはね、平日はね、負けてないんだって。いや、そもそもさそもそもね、そもそも負けてないんだよ。そもそも負けてないんだからさ、開幕戦と3節以降負けてないんだから。これでも何引き分けになっちゃったんだろう。9とか、ね、9、確か 9、ベルディやばいよ。だ今日だって俺らしか引き分け稼いでないからね。最悪だよ、もう他が勝つとやっぱり、うん、勝ち負けついちゃうとやっぱ嫌じゃないですか。町田もなんか勝った。いや、勝ってましたね、勝ってました、最後に神戸も勝って、もう上とは離されちゃいました。まあ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 、でも、まあまあ、いい試合でしたよ。ネタラビどうでした。ネタラビ良かった。良かったですね。あれ交代、うん、ネタラビ残ってほしかったんで、ね、イエローをもらったからですか。いや、でもその前から多分もう決まってたと思う。あのチアゴどうしたんですか。チアゴ多分怪我じゃないですか。しかもチアゴの後の袴田選手もアウトまたアウトイン。2人アウトイン。そう、非常采配。それに勝てなかった俺たち。非常采配。まあまあまあ、そうなのかもしれない、かもしれない。非常采配の、うん、アクシデントじゃない。アクシデントじゃなさそうだけど袴田選手。非常采配。チアゴもうちょい見たかったわ。いや怖かったよ。やだよかったよかった。もうちょいでも見たかった。お互い山見欲しかったわ。お互いね、お互い山見いればなみたいな。お互い思った。いやでも本当まあいい試合だったと思います。まあ雨も降ってましたしね。そう、濡れました。いや濡れないところにいつも多分後ろの方いますよ。そう、後ろの方。動画見てる限り、そう、うん、そう、一応何本か動画上げたんで。早くもまあ次回またね、戦えることがあれば。そうっすね。うん、パナスター行かれんすか。パナスターね、行きたいっすけどね。逆に俺ら行ってないからね。そうなんですよ、パナスターホーム行ってないんで。あ、そうかそうか、行くなら一緒に行きたいっすね。そうっすね、うん、まあ予定はないですけど、うん、今のところ、うん、予定はね。何節かすら分からない。そうっすね、いつ何月かすら分からない。いや、ちょっといいキャラ出しちゃったな、今日。倉田もちゃんと聞こえました。すごい聞こえた。すごい。でも、ベルディ、もうみんなあるんですか、ちゃんと、個人ちゃんと。そう、個人ちゃんと。全員ある。全員、なんか、全員ある。モニターに表示されるじゃないですか。そう、すげえと思って。全員あるんですよ。だって、歌った瞬間、モニターが切り替わるから。そう。すごいな、すごいなと思って。もう、あの、試合前の。そう。覚えやすいです。覚えやすいですよ。いいな、うん。ガンバないっすもんね、あれはいいね。いやでも本当お会いできてよかった。いやこちらこそありがとうございました。またもうまたよろしくお願いします。ます。印象がガラッと変わった。珍獣って言わないでください。いやもう珍獣。珍獣認定で。じゃあということで本日のゲストはホットモットのJB チャンネルさんか。JB チャンネルさん。そうですね。バコチャンネル次回も見てね。最後まで山田。なんか二人とも大きいんですね。いや、JV さん言われてくれ。いや、だってカリスマよりでかくないですか。まあカリスマより、ね、立ってみてください、二人。そう、うん、
俺の方がでかい。でかいでかいでかい。さすがに俺の方がでかいでしょ。185だよ俺。あ、じゃあカリスマの方がでかい。180ぐらい。183とか2とか。でかっ。カリスマオレ。